ジタルシャワー、田中千秋のソーシャルメディアミックス A to Z、ね、2017年1月18 8 新番組のスタートですね。そうね、うん、ウェブ活用の基本知識からマーケティングにプロモーションのコツをお届けします。ゲストコーナーに入ります。はい、田中千秋、起業しておよそ10年を超え、今までにも素敵な方々にお会いする機会もたくさんありました。ビジネスだけでなく、その方の生き方や思いの深さをお聞きして背中を押されたことも何度もあります。毎回素敵なゲストの方にいらしていただいてお話をお聞きします。ですが、今日はまだ初月ということもあって、私の中でホットな情報をお届けします。千秋ホット情報ね。千秋ホット情報、はい、お届けします。今月の中旬からですね、アメリカのサンフランシスコ、シリコンバレーに私は行ってくるんですけれども、うんうん、そのシリコンバレーでなぜ、まあ、私が目をつけているのかとか、うんうんうん、あとシリコンバレーの事情をちょっとお話ししようかなと思ってます。今日本の企業でシリコンバレーの方に進出していってるのが今までの過去最高になっていて、720社もあるんですよ。すごい集結してるね。集結してるんですよ。で、ま、特に、ま、有名な会社さんとか、フリマアプリのメルカリさんとか、あとニュースアプリのスマートニュースとか、そういうところが、ま、進出していってるんですけれども、進出していく、ま、サンフランシスコシリコンバレーが魅力的な理由っていうのがあるんですね。で、何個かあるんですけど、一つは市場が大きいっていうところですね。で、日本の市場とシリコンバレー世界での市場を比べると約10倍違うんですね。東京大阪で言われるような話で10倍違いますよね。だから単純に同じ努力をして、まあ、リターンって言っても10倍違うので、そうだよね、単位が違うよ ね、 本当にね、単位が違うんで、まあ、日本のみでビジネスをするよりもアメリカのそういうシリコンバレーに拠点を設けて、グローバルに世界規模に、ビジネスをした方が、まあ、リターンが増えてくるっていうところが大きいですよね。本当だね。まあ、あと一つ、もう二つ目はプロダクトっていう、そのビジネスをしていく中でできてくる製品とかサービスとか、そういうものを集中して、そのものに対してすごい集中して、こうブラッシュアップをどん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 することがシリコンバレーではそのできる環境なんですね。もう日常的になってるんだ。日常的にも、ね、はい、なっていて、認識としてね、はい、例えばツイッターとかフェイスブックとか、そういう SNS でもツイッター社、フェイスブック社っていうことで、もうツイッターだけに、そのプロダクトに対してだけ、その従業員もそうですし、まあ、環境も集中しているんですけど、日本の企業は、まあ、一つの企業があったとしても、こう横展開を得意にしているので、なんかその一つのサービスというよりかは、いくつかのサービスを、まあ、横展開することで、その会社の収益を満たしているっていうところが大きいんですよね。その日本でビジネスをしようと思うと、まあ、人物金ってあると思うんですけども、その人のところもやはり何かに得意な人と、まあ、違うものに得意な人とかがこう混在していて、一つのものをこう集中して作るっていうところが、やっぱりアメリカとかそういうシリコンバレーより落ちてしまうところがあるんですけど、シリコンバレーでそういう会社とかを作ると環境自体が全く違うので、
まあ、余裕も出てきて、まあ、環境自体もそのワイワイしたりとか楽しい感じの、まあ、環境の中で働くことができるっていう。環境もそうだし、なんか目的というか、そうですね、進み方というか、それが一致している人たちがそんなにいればね、はい、そりゃスピード感も ね、理解力も変わるよね、はい。でまあ、スピード感で、私がすごい好きな言葉で、Facebook の社長の CEO のマーク・ザッカーバーグさんでおっしゃってるのが、ムーブファーストブレックブレックシングスってことで、まあ、素早く行動してで破壊しなさいと、うん、なるほどすごくですよね好きな言葉だろうなと私も大好きなんですけど、破壊しないと次のもの始まらないものね。そうなんですよね、うん、でなんか日本の企業ってその破壊することに対してすごい怖がってたりとか、うんうん、企業だけじゃなくて人、日本の方もそうなんですけど、うんうんうん、素早く行動して新しいものをどん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 生み出そうとすると、うん、やっぱり既存のものを壊してなんぼみたいな世界もあると思うので、うん、すごくよくわかる、うん、はい、もうシリコンバレーでのそういう社風とかビジネスの進め方はもう顕著だなっていつも思いますね。そうか、その影響を本当に受けた日本の人たちが増えていったらいいね。そうなんですよね。海外の方が来るのももちろんいいけど、その考えをしっかり持った日本人の人たちが増えていくことがいいね。いいですね、うんうん、なんか私も新しいものの、こうどん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 興味持ってなんか破壊をして、うん、でもう新しいもの2個も3個もこう同時並行みたいなのにするのが大好きなんですけど、うん、なんかそれの刺激 を受けてるのも、まあ、いつもそういうシリコンバレーでの事情とかを情報収集している中で、うん、なんか身についてきたことなんで、うん、なんかこれを本当多くの若い人たち、これからの人たちにどんどん広めていく、そうだね、はい、必要はあるかなって思ってますね。破壊したのまとめてくれる人も必要だけどそうですねみんなが破壊だけだとね、そうですね、まとまんないっていう散らばって終わりみたいな話になりますね。まあとシリコンバレーでなんで拠点を据えて日本の企業が出してるかっていう理由で、資金が集まりやすいんですね。お金のところなんですけど、投資家が、まあ、日本でも投資家って言われてるような方とかいらっしゃるんですけど、アメリカの場合投資金額がの総額全体がだいたい10倍以上違ってるんですよ。そこも10倍なんだ。そうなんですよね。そうか、うん、なんでどれだけいい製品を、まあ、日本で作ろうと思っても、うん、それに対してこうキャッシュ、お金が出るところが、うん、まあ、10分の1だと、うん、やっぱりそれだけのものを持ってる、それなりのことしかできないよね。そうなんですよ ね、 そうだよね。ビジネスでこう飛躍するにはそのアメリカでの投資家に対して、うん、まあ、目を向けてもらうっていうのが、うん、やっぱり大きいところですよね。でまあ、人に対してもやっぱり貪欲な人というか研究熱心な人とか、新しいものをこうクリエイティブ、うん、クリエイティビティに発想できる人が集まってきている傾向あるので、うん、なんかそういう意味でもやっぱり新しいものを作れる場にはすごいなってきていますよね。そうだよね。海外の方がクオリティだったり、なんかそういうところ、芸術性だったりとか、うん、新しい考えだったりっていうところに評価がつくもんね。そうなんですよ ね、 ね、日本は努力とかさ、 そうそうそこにすごく評価がずっとあったから、ね、今はだいぶそれでも、はい、そういうところが評価されるようになったけど、やっぱり根本がね、うん、コツコツだったり努力を素晴らしいとする国でもあるからね。そうですね、うんうん、なんかその日本ならではの良さってでもあると思うんですよ、うん、そのコツコツ継続するっていうこととか、うんうん、あとすごい細かいその機械とか使わないと分かんないこともこう綿密に技術として持っていく、ね、だからちょうど千秋さんたちの年代の人たちがこれからその最先端のものと日本の古いものを本当に合体させていく年代なのかもね。そうですね。ねでもなんか本当それは使命に感じますね、うん、日本の、まあ、陶芸品とか工業品とか、
そういうのを作っている方が持ってる技術とか繊細さとか、うんうん、なんかそういうのがあって今、まあ、シリコンバレーとかで起きているような新しい IT の技術とこう融合することによって日本ならではの良さを生み出せるんじゃないかなと、ちょうど本当にその年齢だと思う、うん、私たちぐらいだと、うん、私なんかは千秋ちゃん あのお母さん世代でね、はい、そうするとただ変わってるって言われて終わってしまってSNS とかまだそんなに得意な年齢ではないので、うん、できなくはないけどあの新しいものをどんどん入れていく年齢ではないじゃない、うん、千秋ちゃんたちから教わって吸収していくことはできても、うん、そうするとこの現場だけで、うん、あの破壊をしていくとそこで破壊しただけで終わっちゃうんだけど、はい、あの破壊した後にそういう海外とのつながりだったりとか、うん、あるから、うん、実践的になってくるよねきっとね。そうです ね、うん、なんかそのシリコンバレーとかこう言われている中でじゃあ日本人ってダメなのかみたいな見解もあると思うんですよ、うん、でも全然そんなことないと思っていて、うん、なんか日本人だからこそ大事にしていることとかもあると思うんですよね。なんか単純作業をひたすら続けれるっていうそういう継続性とか、シリコンバレーとかに住んでる友人に言うとえそんなんまだ続けてるのとか普通に言われるんですけど、でもそれって日本人ならでは の良さだなと思ってますね。あれだよね、コツコツやること、あ、なんでもほら芸術でもさすごく新しいことをやったりセッションしたりとかいろいろするんだけど、うん、でもやっぱり基本が大事っていうところに必ずなるじゃない。はい、そうですね。だからそれが日本人ってそこが基本的にあるから、うんうんうん、そこに新しいものが入れば全部を手に入れてできるってことだもんね。全然そういう逆にシリコンバレーとか、うん、他の国に対しても日本人のそのスピリッツを届けることによって、うんうん、本当革新的なものが出てる、ね、逆に影響力があるかもね。はい、あると思います、ね、はい、そしたら世界が平和になるな。そうそう戦争がなくなるはず。本当、はい、ね、思ってますね。そうかそうか、じゃあまた、ね、行く前にこういうお話をね聞かせてもらって、はい、今度帰ってきた時にはまた頭の中がいろんなもので詰まってるわけだから、はい、それを少しずつラジオでね、そうですね、発信していこうと思ってます ね、はい、あとシリコンバレーの友人とか、まあ、知り合いとかが、うん、まあ、いつも言ってるのはもうとりあえずスピード速さなんですねそっか、はい、日本だと1年ぐらいかかって決めること、なんかどこかと会社で、まあ、取引しようと思ってもじゃあ条件出してとか、あと契約書出してとか、その人となりを知るとか、なんか細かくそれぞれ分けていって1年ぐらいかかるっていうこともシリコンバレーとかでは1週間とか下手したらもう3日で済まっちゃうとか、 そんなんで決めていいんですかっていうぐらい、とりあえずやってみるなのかな。そうなんですよね、やりながら考えるとか、やりながら考える決めていくっていうね、うん、好きだわえ、はい、大好きです、私も大好きですでもそうだよね、すごいか、うん、もちろんすごく考えるのも大事だけどさ、やってみないと分かんないこといっぱいあるよね。そうなんですよ ね、うん、なんかやりながら考えていって、うん、そのスピード差がゆえにその、まあ、Facebook とかもそうなんですけど上場するまですごい最短だったじゃないですか、うんうんうん、であれができたのももうスピードって速さにこだわっていたから、他の参入している企業に対して全然優位に立ってあそこまで来てると思うので。そうだよね、ハンコがこんな30も押さなくちゃスタートできないんじゃね、時間かかってしまう。そうなるほどね、そっか。 Facebook とか私も大好きなんですよ、その進め方が。どんどん仕様変わるじゃないですか。変わるよね。であれも彼らがやりながら考えてるんですよね。初めからその日本だと 100% のものを作り上げろみたいな、まあ、真面目さがゆえにそういうところが出てるんだと思うんですけど、でも今シリコンバレーとかで起きている技術ってなんか5個ぐらいもう同時にリリースして、うん、でどれか当たるとか、うん、でその5個出した中でいいところをこう吸収し合って1個作るとか。だからさ、うん、どれ
にするってことじゃない、はい、海外の人ってほらイエスはノーがはっきりしてるから、はい、好きなのか嫌いなのか、うんうん、どちらにするかっていうのがそうですよね、はっきりしてるからできるのよね、うんうん、日本人の人ってさあのみんなに習うっていうのをすごく美しいっていう感じだから、はい、みんながイエスならイエスかなみたいなところがあるから二者選択だったりこう選んでって言われるとどうしようって思いがちなところあるかも ね、うん、日本の美学みたいなところが、ね、今シリコンバレーで、まあ、起きていることと、うんどうなんだろうって問った時に多分チェンジをしていかないといけない要素がたくさんあるので、うん、なんか本当今の、まあ、大手企業さんもそうですし日本で、まあ、小さめで中小企業さんもそうなんですけど、うんまあ、やってるところとかも、その海外での事情っていうところを深く知ってそうだね、はい、別にどっちがいい悪いじゃなくて知っておく、うん、そうなんですよね、うん、そっかだわじゃあこの辺で今日も、ねそうですね、曲を紹介しましょうか、はい、1曲目は次はチャレンジコーナーに入ります。はい、はい今回のプレゼントは、私が去年10月に発売しました本のですね今押さえておきたい中国ネットマーケティング最前線 WeChat を活用した最新プロモーション事例ということで、うん中国でのマーケティングに関するノウハウですね、うん、を、書いた本を、今回3名さんにプレゼントとなってます。そうですね、はい、で応募方法は、クリスタル AAO は、数字の81810で、検索して応募してください。3名様だっけ。はい3名ですね、うん、で今回のこのプレゼント内容の私が書いた本なんですけども、うん、中国って、まあ、もちろん文化が全然違うので、うんうん、色合いにしても赤金が一番あのよく見るね、はいスーパーとかでしかこう刺さらないようなものも中国の方ってもうそれが通常で使われていたりするので、まあ、色合いであったりとか、あと中国って通信規制があって、うん、業界用語でグレートファイアウォールって言うんですけど、日本だと普通に Google とか Yahoo とか Facebook とかがつながるネット環境じゃ、インターネットの環境じゃないですか。でも中国の場合そのグレートファイアウォールっていう規制が入ってるので Google とか Facebook とか使えないんです、ね、使えないんだ、はい、で中国ならではのインターネットのサービスもありますし、あとソーシャルメディア SNS についても Facebook とか Twitter がほぼ使えないので、今回のこの本に書いてる WeChat っていう機能を、使って皆さんコミュニケーションを取ってるって感じなんですね。逆にその WeChat っていうのは他の国では使えるの、使えますがほぼ使ってないですね。もう中国の方が専門のになってますね。で中国の方での9割がもう WeChat 使ってるっていうデータも出てるので、日本で今後中国人に対して何か知ってもらうとか購入してもらうとかってなったら、うんまあ、WeChat は必須にはなってますね、はい、で WeChat は日本でいう LINE に近いんですよ。あ、そうなんだ、はい、メッセンジャーアプリって言われていて、Facebook とか Twitter の場合は自分が発信したことに対して不特定多数の人たちに対して広がると思うんですけど、WeChat はこう1対1でのやり取りが適切なんで、なんかそれがメインなんだ。そうなんですよ。なんかクーポンとかを取りたい、個人で取れるようなものがそうですね、するわけだ。カラーコンタクトと か、 なんかそれこそ松本清さんとかで売ってるような、なんか化粧品とか洗剤とかそういうのをQR コードでかざして、中国に帰ってそれをまた通販で買うとか。そうか、そこも知らないと、うん、やっぱ国ごとにね特徴がわからないと戦略ができないよね。はい、中国の方ってやっぱり
自分たちが使いやすいものをもちろん使ってますし、あと日本に来て、まあ、何をするかっていったらその QR コードがいっぱい貼ってるんですよね、中国の方向けに、うんうんうん、で WeChat って大体はそういう QR コードをかざして自分が飛びたいページに飛んで、でそのページについて、まあ、知って、うん、でその場で買うこともあるんですけれども、うん、検討して自分の国に帰って物を買うみたいな、うん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 、そういう動きが大半になってるので、なんかそういうことも知った上で日本でその QR コードを置いておくとかしないと、 WeChat だけを持ってもどうするのって感じするのでそうなんですよね。でこれからは本当グローバルだとは本当に思ってるので、日本だけの、まあ、方に対して物を売ったりとかサービス提供するんじゃなくって、うん、中国の方とか、まあ、それこそアメリカとかですね、各国の特徴とかその人たちを知って物を売ったり提供していく必要が出てくる。会社でセクションができなくちゃダメかもしれないね。そうですね各国ごとにね、はい、じゃあその本を今回はプレゼントで3名の皆様に、はい、ね、そうですね、応募してください。はい、応募してください。はい、お待ちしてます。次は千秋塾に入ります。千秋塾とは、私田中千秋が今までの仕事や研究を通して知ってきたことなどをお伝えするコーナーです。で、今回は、去年の末に、マイナビ出版さんというところで本を出させていただいたものの、紹介なんですけれども、 SNS× リアルで実現する新しいビジネスマッチングという、本についてご紹介したいと思ってます。はい、クリスタルでもねプレゼント、ね、あ、そうですね、はいそうですね。でこの番組では、皆さんからのご意見とかご感想をお待ちしてまして、うん、ツイッターとか、インスタグラムとかでハッシュタグシャープのマークですね、はい、で、ソーシャルメディアミックスで、つぶやいてください。ハッシュタグはあのシャープのマークですね。フラットじゃないよ、はい、フラットじゃないよでソーシャルメディアは、カタカナですね。カタカナメディアもカタカナ、ミックスが、はい、がアルファベットですね。でキャンペーン、あ、これは来ましたね、ミックスまで、ね、はい、ミックスにソーシャルメディアミックス、はい、なります。はい、メディアとミックスの間空白はなし で、 あ、なしで、ね、そのまま続けて書いてください。はい、でこの本なんですけど、Facebook とか Twitter とかどんどんそのソーシャルメディアが普及してきている中で、うんうん、なんか人に対してアポイントを取るときとか、うん、あと絶対つながれなかった人とつながれたりとか、うんうん、確かにあるね、できてきてると思うんですよ。うんうん、でなんか私たちの IT の業界とかだともうソーシャルメディアなくして仕事できないみたいなことも言われてるんですけど、うんうん、でも片や多分リアルでの実際人と会ってる時での商談っていうのも重要だと思うので、じゃあどういうところまでをソーシャルメディアでカバーして、うん、どういうところからリアルの場で必要なのかみたいな本を書いてます。そうだよね、はい、全部どっちかってわけにいかないものね。そうなんですよね。あとつながることでよりね、はい、うん、あのSNS ソーシャルメディアを使った企業 の、 なんかその集客方法とか、うん、キャンペーンとか、うんうん、そういうことについて話してる本ってたくさんあるんですけど、うんうんうん、なんかこうビジネスにおいてどういうふうに活用したらそれが効率的にアポイントであったりとか商談まで
あの商談が活性化できるかとか、そういう風な本はあまりなかったので、そう具体的に言ってもらわないとね、わからないものにとってはね、へーで終わっちゃうからね。そうですね、あのこの本はいいと思います、はい。Facebook とか Twitter で、そもそも Facebook っていうのはあの実名主義だから、うん、まあ、そこで登録している方の名前とか、あと、まあ、住所とか、ビジネスではその方の実績とか、うんうん、得意なこととか、まあ、そういうものがオープンになっていて、まあ、信頼してその方にこうダイレクトでアポイントを取ったりっていうのができるんですけど、うん、Twitter の場合は別に偽名でもいいんですよね。あー、そっかそっか、うん、なんでなんかニックネームで書いてる人とかもいて、か大事な商談とか、まあ、ビジネスとして活用するには日本では多分 Facebook の方が望ましいのかなというふうには見てますね。でキャンペーンとかだったら、うん、ニックネームだけでもいいのかね。そうですね、はい。でも何かその、まあ、B2B で会社と会社で仕事を進めていくにあたって、この人にアポ取りたいって言った時に、なんかニックネームの自分のアカウントで誰がこいつっていうので多分弾かれちゃうと思うんです。すぐ確かにね。なんか逆にちょっと可愛らしい顔をツイッターアカウントとかで作ってもそれも逆に怪しい。ジェニファーとか言われてもね。そうそう、ジェニファーかみたいな。すぐ弾かれちゃう。確かにそうだね。いや、使い分けだね。使い分けが必要ですね。で、Facebook でそのまずプロフィールの情報を充実させるっていうのがマストにはなりますね。なんかそのビジネスで SNS 使いたいんですってご相談いただく人にも多いのが、基本情報とかそのプロフィールの情報が全然書いてなかったりするんですよ。名前とか書いてないや、住んでるところ、性別、生年月日だけしか書いてなくって、なんかキリンさんを知ってる人はキリンさんだと思うんですけど、全く知らない人で、そうだよね、そうよね、どんな人ことをしてきたのかとか知りたいよね。そうなんですよね、っていうことを売り込む側からしたら書いておかないと、その売り込まれた側は弾かれますよね。人のはそう思うけど自分の、うん、そうだね、ちゃんとしないとね。そうなんですよね。まず前提として、まあ、自分をオープンにしないと、そういうビジネスでつながりたい人ともつながることができない。基本なとこですね。基本なとこですね。それはそうでした。で、あとその Facebook でその人に対して友達申請とかをして、もし承認してくれたとしたら、まあ、自分はなぜ友達申請をしたのかっていうことをそのメッセージの中で書かないと、友達になっただけだとビジネスって生まれないじゃないですか。そうだよね、数だけあればいいってものじゃないもんね。ないですよね。で、私が大学の時にやっていたのは、絶対つながりたいこの人っていうのが企業であって、うん、それ営業だったんですけど、うん、あの自分はウェブマーケティングとかの実績がここの会社で、ソーシャルメディア Facebook を使ってこのキャンペーンやってきました。で、本社では、おそらくそれも事前に調査をして、もっとこう活性化できるためにユーザーを巻き込んだこんな企画キャンペーンがいいんじゃないでしょうか、具体的なお話をさせてもらいたいですとかっていうのをメッセージで1つ目に送ってたんですね。なるほど。はいだけじゃダメなのね。ダメですよね。そうか、具体的にね。具体的にですね、どういうふうにつな、私はこうであり、うん、どうつながりたいんだって。そうですね、ことだ、はい、ね。で、その人でのメリット、その人が私と話をするとか、私に友達を承認するためのメリットを提示してあげないと。あ、そこもね、はい、そりゃそう、そうだ、それがあれば惹かれるわ。そうなんですよ ね、うん、で、私がやってたのは、ま、その私しか知らない情報だろうなっていうのもあったんですよ。その時からソーシャルメディアとかいろいろ研究していったので、日本ではあまり普及してないあの画像のインスタグラムじゃなくてピンタレストっていうものとか、リンクトインとかっていうソーシャルメディアがあったんですけど、そういうソーシャルメディアの、日本法人の方が結構知り合いだったりするんですね。で、その方々をこうおつなぎ紹介することもできたりとか、そこで得た情報を
ご紹介するっていうこともできますみたいなのをこう自分しかできないメリットみたいなのを提示してあげると、うんうんうん、なんだこいつっていう風に親ってまずつかみは OK になるんですよねでもそうなんですよね。具体的にそれ書くのってすごくいいと思う。向こうの方がどうほら知らない人から来るわけだから、はい、どこなのよっていうところが分かんないまま、はい、次のページに行かれちゃうとう、ね、じゃなくてそこでそれこそ本当に親もしかしたらこれはいいアイデアじゃないかって思ってくれれば、そうですそうです、ね、会ってみようかってところに行くものね、はい、そうなんですよね。それをリアルの実際の場でやろうと思うとすごく難しいんですよね。自分が会いたい人ってなんか首から名刺つけてくれてたらいいですけど、顔見てその人が自分のそのターゲットっていうか会いたい人なのか商談したい人なのかって識別できないじゃないですか。でも Facebook の基本情報に載っているものとか、あとその人の友達とかを見ることによって、あ、おそらくこの人だなとか、そうそこでね、そうなんですよね。でもし違っててもこういうことでこういうことやっていてこういうことでつながりたいと思ってるって書いておけば、はい、その人がもしかしたらだったらこっちだよって言ってくれる可能性だって、そうですね、言ってくれる方もあるよね、はい、可能性もありますね。いいとこを見つけたんだねだいぶ若い時にねそうですね、だから多分生きれてるんだと思います。今野宿じゃないっていう、そうか、はい、なるほど。その強みを、まあ、生かしてリアルでのその商談の場をこう活性する必要があるんですけど、重要なお金の話とか、あと、実績でもどこどこの会社っていう細かな情報とかはやっぱその会社で結んだ秘密の保持契約とか、まあ、守秘義務とかがあるので、そういうのは実際に会った場でしか話はできないと思うんですけど、なんかそこをこ うまく使い分けてホットな状態にしてから実際に会うっていうところまで嗅ぎつけると商談がうまくいきやすいと。本当だね、うん、今年やってみようやっててください具体的にっていうのはそうだね、あそこにフェイスブックなんか書く場所があったりするんだからね。そうです ね、そっかそっか。プロフィール情報が全然作れてない人もまだまだ多いので、ビジネス用途をしたいんであれば、まあ、充実した方がいいかなと思いますね、はい。で、まあ、Facebook でそういう SNS だけが、まあ、今までなかったもので新しい営業で使えるツールかっていうとそうじゃなくって、うん、リアルでのその商談の場とうまくこう融合する必要があるんですけど、うん、なんか何でもかんでもじゃあ Facebook とかだけで大事な商談のもう全部を話しちゃうっていう人もいるんですよ、うん、ドキドキしちゃうけどねドキドキ、そう、見ててドキドキするの。でも逆にそこはリアルの場というか顔を見てじゃないと話してはいけないことってあると思うんですよね。ちょっと、はい、ごちゃごちゃになっちゃうところがあるかもね、はい、うまく合ってる方を選び、そうです、ね、ちょうどいい具合にできていくとね、はい、そうですね、うん、段階を追って実際の場に ね、はい、その話を持っていくっていう、どんどんその段階っていう、まあ、認識を持って動くことが重要かなと思いますね、はい。千秋塾いいね、いろいろ教えてくれるからねそうですね、皆さんからの本当意見もお待ちしてますね。なくてはならない千秋塾になっていくわね、はいさあ、それではじゃあ2曲目ご紹介いたしましょうかね。ブレイクタイムですね。ブレイクタイムですね。はい、それでは次はホッとするコーナー。おちょっと休憩な感じ、はい、休憩な感じ真面目なし随分しちゃったからね。そうですね、皆さんもちょっと今日休んでください今この場ででもみんな知りたいことだからみんなきっとね、それでそれでって思ってるかもよ。ありがたいです ね、だって、はい、なかなかね
一つや二つ詳しい人はいても、あのフェイスブックもね、インスタグラムも何も何も何も全部が詳しい人ってなかなかいないからね。うん、そうですよね。クリスタルいいの見つけちゃった。あなんか狩りみたいに取られたんですよね多分。一本釣り一本釣り。千秋一本釣り。そう言っていただけるとありがたい。皆さんからのあのごお声とかですね、うん、ご意見ご感想も、募集してますので、ね、この番組では本当本当、あのシャープ、はい、ハッシュタグソーシャルメディアミックスで、つぶやいてください。はい、はい、ソーシャルメディアはカタカナでミックスはアルファベットです。でソーシャルメディアとミックスの間は空白なしでお願いします。なるほど、そうやって伝えるんだねってここで勉強してる。そうですね。はい、でホッとする、話なんですけど、年末年始私実家に帰ってたんですね、うんうん、で私姉がいて、で子供が姉に生まれて、まあ、老いができたわけなんですけど、もうすごく可愛くて仕方なかったんですね。あの今までどちらかというと子供があんまり好きではなくて苦手な方で、うん、なんかこう予期せぬところで笑ったり泣いたりするじゃないですか。普通だし。そう普通なんですけど、あのマーケティングとかやってるとだいたいその予想してるんです、いろんなパターンで。なるほど。そうタイミングであったりとか起承転結がすんごい激しいわけじゃないですか。喜怒哀楽ですね。喜怒哀楽が激しいのでついていけないっていう。びっくりしちゃった。びっくりしちゃうんですね。いやでも今回多分 何の変化かは自分の中で分かんないんですけど、もう泣いたりとか急に笑ったりとか、なんか殴られたりとか私したんですけど、もう全部可愛いって受け止めれることができたんですね。母性が、もう母性が、はい、ワンちゃん飼ったからじゃない？あ、それもありますかね。あるあるある、はい、あの弱きものだったり小さいものっていうのがそういう感情を育てるからね。うん、そうですね。だから子供が、私子供2人いるんだけど、子供いるとやっぱり動物を飼うとやっぱりその情緒が、うん、あの豊かに育つ。あー、それは犬に感謝ですね。人間として、やっと長女が育ってきたのね。遅い。や、過去にあったんですけどというかあるんですけど、もう仕事仕事で仕事やりすぎて、こっち置いといたのね。そうなんです、置いてきちゃってたところがあったんですけど、もう今回はすごい可愛かったですね。なんか急にまあ走られて殴られたりもあったし、あと今1歳ぐらい、1歳ちょうどぐらいかな、はい、で急に走ってきてほっぺにチューを3回ぐらいしてきたんですよ。かわいい。そう、めったにそういうことしないらしいんですけど、その老いが、でもなんか私やからかよくわかんないんですけど、その近い存在みたいな感じで、子供やこいつって思ったんかわかんないですけど3回ぐらいしてもらえたっていうのがすごい嬉しかったですね。かわいいよね。可愛いですね。もう3歳5歳ぐらいまではもう3歳まではもう完璧に天使だからね。よく言いますよね、そういう感じ。そう、全て あのものを記憶して、うん、大きくなった時にほら反抗したりした時にその時を思い出して生きていくのさ。母はそうですね。あ、何か可愛かったのにとか言いながら、なんかちょっとややこしいこと言い始めますもんね、うん、6歳7歳小学校とか入っていく、そうそう、第1反抗期第2反抗期ね。やだやだ、何でもやだって言います。ね、あとはどうして、なんで、ねみたいな。疲れてるのにみたいな時も聞きますよね。100回コースだからね、なんか気に入るとさ、あと90何回とかよく言ってたよ。はい、まだ名前は呼べないの、うん、チャキちゃんとか言えないの。あ、言わないですね、うん、あーって叫びますね。そう、はい、かわいいね。あと年末年始に、ま、実家に帰って、うん、あ、そうだったなって思い出したのが、なんかこんだけ自分が今仕事でばかりしてて異端児とかって言われてるんですけど、うん、淡路島に海があって、でそこの海でなんか自分多分坂本龍馬を意識してたんじゃないかなと思ったんですよ、その時に、うん、あの
海の向こうには何があるんだろうとか、どんなことが待ってるんだろうとか、何ができるんだろうとか、でその島を越えて、日本から外れて世界に行くとどんな面白いことが待ってるんだろうとか、何が自分にできるんだろうとか、それ面白い。そうなんですよ。海を見て、それをもうほんとちっちゃい時からやってたんですね。で今回実家に帰ってそれをはって思い出したんです。そう、はい、今から自分が、まあ、シリコンバレーとかでの情報をどんどん伝えて、日本の、会社さんとか、あと高校生とか若い人たちにこう知ってもらおうって思う、そのなんでなんだろうって思った時に、もともと自分がそういう風に考えてたんだなっていうのがハッとさせられて、じゃあいいあれだったね、機会だったね。そうなんですよね。坂本龍馬現代版になりたい坂本千秋結婚しちゃったみたいな。あ、そう、そうなんですよ。あら、そんな千秋情報面白い。はい、楽しみだ。そうですね、まあ、これから本当淡路島から島から出て今大阪に行って、で次東京に来てるわけなんですけども、まあ、次は目指せ海外、海外ということで、いよいよ、はい、週自分の中でをピリオドを迎えるんじゃないかなって思ってるぐらい生きててよかったなって思えることを今の間に本当しておきたいですね。あの、皆さんスピーディーですからついていくように。はいそうですね、はい、じゃあ次はエンディング、うん、じゃあエンディングに参りましょう。はい、参りましょう。今日のクリスタルシャワー、皆様にとってお役に立つ情報はありましたでしょうか。自分だけの経験だけでは知らないことの方が断然多い週の真ん中もクリスタル。田中千秋がお届けする新たな総合的通信スタイル番組 A to Z。 第1、第3水曜日14時からの1時間だから、合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション。